はい、コナンです。ソードアートオンラインバリアントショーダウン、こちらねやっていきたいなと思います。さあ今日からですね、新キャラピックアップきました。このアリス、提供割合は 0.5% ということで、まず最初にねガチャを引いて、その後でね、イベント、新しいイベント来たんで、そちらの攻略やっていきたいなと思います。さあアリスと友人を、今回ですね、あとアビリティもね、青バラの記憶とかね、かなり使えそうなやつがありますけども、新キャラ必須ではないんだけど、水属性、氷属性、おっと来ましたね青バラの記憶来ました。これは使えますよ今回。だから凍結であったりね、水属性のアタッカーがいないとちょっとイベント攻略は難しい。逆に言うとね、それがあると非常に楽になるんで、周回なんかもねいけるんじゃないかなと思います。さあもう1体ぐらいキャラ、新キャラ欲しいね。一応ですね SSR アビリティの青バラの記憶引けたんで、そのあたり使ってですねやっていきましょうか。さあ奈落に誘う体の強靭ということで、さあパーティーはこんなパーティーでいきます。さあ先行アスナ、こちら水属性の物理ダメージ威力400なんで、かなり強力なアタッカーとしていけるんじゃないでしょうか。そして新たな一歩のキリト、こちらも水属性物理ダメージと、そしてもう一体は立ち向かうアスナ、こちらも水属性物理ダメージ400ということでいいんじゃないの。そしてアビリティもですね、先ほどゲットしたこちら青バラの記憶、凍結付与があるんだよね。そして水属性のスキル威力プラス5ということで、凍結させておいてさらに水属性キャラで威力増し増しでいくと。そしてこちらのアビリティもですね使っていきましょうか。さあこんなパーティーでいきます。難易度はハードです。イベント後半でですね、またもう一段ね難しいエクストラ追加されるんで、そのあたりもね解放されたら攻略やっていきます。いろいろ試したんですけども、弱点つけないとね厳しい。だから水属性もしくはワン、そうだね、やっぱ水属性アタッカー3体で行くのがいいんじゃないかと思います。であとは凍結使えるキャラね、基本的には攻撃はジャストスイッチでタイミング見てかわす。あとあまりね正面にいるとね、結構これ攻撃が激しいので、食らわないように避けながら行くといいと思います。この辺りはカウンターをもちろん狙っていく。カウンター結構でかいよね。でダウンさせておいて叩き込みます。結構時間的にも厳しいんだよね。さあ叩き込むぜ。この大きく振りかぶってモーションはね大きいんだけど、なかなか避けるのが難しい。さあ凍結入りましたね。でダッシュかけます。だから凍結持ってると相当楽です。さあバーストさあ削り切るぜ。さあいけるかな、これでいけるかな。さあフィーバーでコンボを重ねていきます。さあこのままいっちゃいたいけど、いきましたね。ちょっと時間が60秒では厳しかったかな。みんなとっても素敵だったよ。ちょっとまだキャラのね育成がねあまりできていないので微妙っすね。やりました、見事な勝利でしたね。さあでも一応クリアできたんで、これであとはねスキップチケットでの周回もできます。さあ今回も報酬がいいので周回していきましょうか。あとはエクストラの方でもですね、さてエネミー討伐といくか。
このホネホネさん来てます。エクストラの方がちょっと難しいんだよね。通称レベル70ということで、今60なんで全然足りてないんですけども、でも弱点がつければいけるんじゃないかな。多分ギリ倒せるんじゃないかなと思います。結構難しい、多分イベント後半のイベントに追加されるのもこれぐらいの難易度かなと思います。基本的には戦い方は同じです。水が弱点で凍結が効くんで、タイミングを見て凍ってる時にね行くといいかと思います。さあ、そして大きいモーションでここカウンター取りたい。ここはちょっと分かりやすいよね、避けやすい。でダウンしている時に物理攻撃、現状はでも物理攻撃ゲーみたいな感じになってるね。で HP タフだな。だから本当はガチャからね、新しく追加された友情とかね引けて使えればいいんですけども、ちょっと今回出なかったんで。さあでもいけるんじゃないの。まあ、水属性キャラはですねガチャ以外からもね入手できるんで、まあ、そこでこの SSR のキャラゲットして育成してやれば、まあなんとかね現状のこのマップとイベント攻略ができるんじゃないかなと思います。さあフィーバーでこれで一気に削り切れるかな。ちょっと足んねえかな。さあうまくスイッチを使いながら、さあもうあと一息なんかいけそうだね。さあちょっと横に回り込んで横から攻撃結構おすすめです。いきましたね。まあ戦い方は同じでね、イベントと同じでいけるんじゃないかと思います。さあこれでどうだ。ちょっと時間がね難しいんだよね。60秒以内はちょっと難しい、ちょっと難しい。ラッシュ最大ダメージ。さあもう少しキャラを育成すればいけるんじゃないかな。さあ最後ねガチャ回して終わりにしたいなと思います。緊張するな。
緊張するな。